はい、皆さんこんばんは、橋草です。今日はじゃーん、またまたターミネーター着弾しました。箱はないですね。材質がね、若干違うんですよ、私持ってるのと。で、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、ジョージタウンです。このキャップもジョージタウンです。で、後ろのこのナイキのロゴの部分なんですけど、スエードなんですよね、スエード生地。そしてこの後ろのこの部分もスエードです。そしてこの冬の部分もね、スエード。ここまでずっとスエード生地ですね。で、まあこのシュータンはね、いつものジョージタウンのシュータンで、後ろがニットになってんですよね。珍しいですよね。いやー、かっこいいわ。で、アウトソールはまだ結構剥げるかなって感じですね。ひび割れもなく順調です。かっけえよ。はい、こっちもですね、全く同じ作りです。スエード生地、こっちもスエード生地で、冬の部分とこのヒュレストース部分は全部スエードです。で、裏がニットになってます。いや、やっぱりかっけえわ。やっぱり若干色全部違いますね。うん、これが2003年モデルのデッドストックかな。もうそれ大体こう結構カダグアなってますね。書いてないんでね、うん、これがこんな色です。綺麗ですよね。そしてこの前紹介した後ろプラパーツですね。そしてこのシュレストース部分に金具ついてるモデルです。これが2010年だったかな、11年だったかな、その辺のモデルですね。こんな感じです。そして今日のこのスエードを使ったモデル、もう質感も違えばね、カラーリングも若干違いますよね、うん、この微妙なこの材質の違いとかね、そういうの大好きなんですよ。こう比べてみたりするのがね。後ろのこのナイキのロゴもめっちゃ綺麗まあこっち右足なんですけど、右足もめっちゃ綺麗です。こういう先っちょね、ちょっと汚れはあるんですけど気にしません。いや、かっこいいわ。やっぱりまあ形はね、どっちかって言えばこれに似てるんですけど、このシュレストース部分がこっち滑らかなんですよね。で、こっちがこう滑らかじゃないっていう、いきなり立ち上がってるタイプですね。こっちは滑らか。これもそうですね、いきなり立ち上がりのタイプですね。こっちの見れます。こう比べてみればわかるんですけど、
いきなり立ち上がってますよね。でもこっちはこう滑らかな感じですね。こっちがっていうかこういう滑らかな方が形的には好きですね。まあこういうね似たような色のね似たようなモデル、こういうのはこうまあ少しずつ材質違ったりしてるんで、集めてみても楽しいですね。見てても楽しいですね。まあナイキのねこういうノンエアの靴って履き心地はまあまあ考えないで履く人がほとんどだと思います。見た目重視です。こういうのでねノンエアのスニーカーで、ね、履き心地は気にしてはいけません。履き心地気にするんだったらねやっぱりこう手作りのスニーカーとかね、サンダーショーとかニューバランスとかね、アシックスもそうだし、あとは最近であればアトランティックスターかな、イタリアの手作り、ああいうのだったらね履き心地気にしてもいいんだと思うんですけど、こういうねナイキのこういうのでねエア入ってないこういう特別なタイプで履き心地気にしてはいけません。あくまでもこう見た目重視です。そして材質が違うっていうだけでまだ硬いそうです。これね品番売ればね何年度の何って出てくるんですよ。めっちゃ面白いな。一足ずつ全部品番ついでで、その番号で何年度の何ですよって出てきます。いや、このスエード生地いいっすね、でも。レザーもこう柔らかいタイプですね。これも多分、この立ち上がりの部分がね、垂直にこう立ってるんで、新しいモデルだと思います。こういう古いモデルとはちょっと違いますね。今年まだ再販する予定なんで、まあ再販したらねまだ再販のモデルとちょっとこう比べてね見たいと思います。いやー楽しいな、やっぱりジョージはね。こういうジョージタウンとかはもう最高っすよね。ジョージタウン履いて、ジョージタウン買って、ジョージタウン着てね。で、この、私この短パンまでジョージタウンなんですよ。全身ジョージタウンで、まあジョージタウンってなんかワシントンにある私立大学だったかな、みたいなんですけど、まあバスケットボール強いみたいですね。いや、いいな、やっぱり昔からね、ちっちゃい時から収集癖やったんでね、めんこ、ひっくり回しシール、チョロ Q とかね、結構収集癖やったんですね。古いモデル、新しいモデル、でこれも多分新しいモデルだと思うんですけど、まあレザーがねテカってないんでテカらせたいと思います。また夜な夜なねシコシコをやりたいと思います。ここもこう違うの分かりますかね。なんかちょっと遊びやって面白そうな、ただナイキって書いてるタグですね。こっちはちょっとこう普通にグレーにね紺の文字でナイキ
こっちも一緒ですね。グレーにこの色でナイキ。これはオールレザー、すべてがレザーです。これはプラパーツ使ったりレザー使ったり金具使ったりしてます。これはレザーとシェードですね。あ、やっぱり面白いわ、面白い、マジで面白い。皆さんもこう年代別にねスニーカーをちょっと比べてみたりね、集めてみたりするのも楽しいと思います。ある程度こう年いった時にね、子供にねこうこう話出してやるかね、子供めっちゃ喜んだりするもんね。お父さんと同じ趣味だったりするかね、めっちゃ喜ぶと思いますよ。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。